はい、皆さんこんにちは、ポップス&ジャズコース、そしてポップス専攻、ジャズ専攻向けの学生さんたちに、お届けしていますけど、令和2年度秋学期の、国分広子客員教授特別講座ということで、今日は収録という形になってしまいましたけど、皆さんと直接会えなくて残念ですが、あの国分さんに大学に来ていただきまして、パスタルホールで、収録を行いました。これからあの国分さんにたっぷりお話と演奏と、やっていただきますので、皆さん楽しみにしてぜひ最後まで見てください。では国分広子さんです。
こんにちは、ピアニストの国分ひろ子です。皆さんにね、直接お会いして、この尚美学園大学のこの素敵なホールで、一緒に演奏したり、いろいろおしゃべりしたりね、今までやってきました。10回近くはやってるんじゃないかと思います。だからもう直接ね、あいつって思ってる方、それからまだお会いしてない方と両方いらっしゃると思います。ポピュラー専攻、ジャズ専攻、私的にはね、むしろクラシックを専攻している方も見てくださったら嬉しいという気持ちですが、とにかくね、いろんな学生さんがいることでしょう。今これを撮っているのは1月の12日、成人式がね、終わったばかりの寒い日です。みんながいないのがとっても寂しいですが、今日はこのオンラインというもののね、ありがたさもいろいろ感じたいと思いますし、みんながまあお家でこれを見てくれている、見えてるよ、ジャージだろっていうね、まあそんな想像力を働かせながら、なんか今食べたなみたいなね、想像、そちらにいるみんなのことを考えながら、ひととき、おしゃべりをさせていただいたり、ピアノを弾いたりしたいと思います。ね、今自己紹介代わりに、弾いた曲は私の自作の曲で、サクセスムーンダンスというちょっと不思議なタイトルですが、まあそのこのピアノと久しぶりによろしくねというチェックもあり、そしてまあ即興の部分も多くて、最後の方ではこうピアノでダンスをするようなね、そんな気持ちで、弾いてみました。ピアノ、鍵盤がなくたってピアノの音楽はできるよという終わり方ですね、今日のはね。さて、このオンラインも当然そうなんですけれども、今のみんな、今年、まあとんでもない1年です。もう想像できなかったね。去年の今頃にもやはり私はここで、ステージの上でね、みんなとすごく密にね、椅子を並べてピアノの周りに集まってもらって、バンドをやる上で大事なことは何だろうなんていう質問をしたのを覚えてます。すごくその時のみんなが一つ一つ忘れられないようなキーワードを逆になんか教えてくれて、そして私はね、みんなに、バンドの気持ち、それぞれが違う、バックグラウンドが違う、そういうことをすごく大事にしようよって言った覚えがあります。人はいろんな機会にいろんな音楽を聴いて、そしてそれが全部栄養になって音楽家の人のね、なんか持っている、ジュースを作るジューサーの中にいろんな果物、ちょっと苦い野菜も入れたい、甘いばっかりじゃ嫌だ、ゴーヤを入れてみよう、小松菜を入れてみよう、でもバナナの甘みは欲しいとか、まあそんな風にして、今いつの間にかね、ミックスジュースの話をなってしまいましたが、そういうふうに音楽の栄養というのは、たくさんあればあるほど今のみんなにいい栄養になると思います。特にですね、私たちの時代に比べると、もう SNS、 YouTube でね、いくらでも音楽を、気になる音楽をチェックすることができる、もう羨ましいっていうか、私も長生きしていっぱいそういうものをゲットしていかなきゃと思います。ただ自分の知らない音楽はたくさんありますよね。知らない音楽家、作曲家、そういうもの、もしかしたら今日の私の、国分ひろ子61歳の
今までの皆さんぐらいの年までの、出会ったいろんな音楽っていうもの、これは全部知ってるよっていう方も、それからんその人知らないや、なんかなんだその曲っていうものもあるかもしれません、ちょこちょことね弾いたり喋ったりしながら、なんかこんな音楽から当時栄養をもらいました。小学校、中学校、高校、大学、今のみんなぐらいの年までをね、その先も長いんですけど全部やってると今日は入らないと思います、大学時代ぐらいまでを振り返って、音楽体験をね報告してみます。参考になれば嬉しいです、まずですね、小学校ぐらいから始めますかね、子供の頃から映画音楽の、シンフォニックなサウンドを聞く機会がありました、うちは別に音楽家がいる家庭ではなかったんですけども、あの映画音楽全集みたいなね、この大きさは LP ですね、私自身も27歳で、デビューした時 LP でした。もう自慢しちゃう、その小学校の頃に聞いたたくさんの映画音楽、まあ心を震わすものが多かったです、たくさんありますがピックアップしていくつか、ヘンリー・マンシーニという作曲家をご存知でしょうか。アメリカの、たくさんのね映画音楽、ひまわりというね、曲ですね。それから、ムーンリバードリー・ヘップバーンという人のね、出たティファニーで朝食をの中の名曲ですね。でこういうその美しい曲だけではなくて、これ知ってるかな、小僧の行進というね確か曲名だったと思います。こういうねなんかとてもその綺麗で静かなロマンチックな曲だけじゃなくて、ちょっとグルーブのブルージーなロックとかねブルースの要素の入った曲と両方あったことが、子供時代の私にはもうすごくヘンリー・マンシーニファンになりましたね。もっともっとたくさん名曲があるので、興味がある方はそのヘンリー・マンシーニの分厚い作曲講座みたいな本も出ています、
そしてですね、子供ひろこにはフランシス・レイという人もすごく魅力のある曲が多かった。ちょっとクラシカルなね、ピアノのピアノコンチェルト風な、これも大ヒットした映画の曲でしたが、まあクラシックのピアノを習ってた自分にとってのそのポピュラー体験の最初はこういう人たちの曲だったと思いますね。このある愛の歌を、その後大学時代のアルバイトで、BGM で結婚式場とかレストラン、今はちょっとだいぶ少ないと思いますが、生演奏のアルバイトでこういう曲は非常に稼ぎました。いろんなキーで練習しました。これは半音ずつ上げていくと、まあ、当然ピアノを弾く人は分かると思うんですけど、黒鍵と白鍵の並びがね、これ C シャープマイナーなんて難しい。こういう12のキーで、冷や汗をかきながら、胃腸の練習をね、自分がするっていう、一人課題曲みたいなこともやっていました。男と女という曲があります。ものすごいタイトルですね。これはですね、変拍子というものを、初めて体験した曲で、3拍子4拍子かな、どうでしょうね、いろんな数え方がねあると思いますけれども、とにかくその、ちょっとねトリッキーなリズムで、この人たちはそのイージーリスニングというまあくくりでね、扱われることも多いですが、非常に奥が深いと私は思っています。他にもその例えば映画音楽の作曲家という括りで言うと、もうキリがないのであと一人ぐらいにしますかね。フランシス・レイはフランスの人ですが、イタリア、ニーノ・ロータという人がいます。太陽がいっぱいというね、これも名画ですね。アラン・ドロンという人が主演で、私小学校1年生ぐらいで、初恋の男はアラン・ドロン、誰も別に聞いてないっていうね。そしてこれは今でも暴走族は好きな曲じゃないですか。
これどうしてバイクのあの人たちがこれを選んだのかよくわかんないですが、これはゴッドファーザー愛のテーマというね、まあ名曲ですね。すごくやっぱりイタリアのその情熱、熱いものがね、込められてると思います。まあこういうのは大概そのシンフォニックなサウンドで、それを私はまあピアノしかうちにありませんし、姉もねピアノを弾くぐらいで他の楽器の人はいませんから、ピアノで、耳コピーというものを、まあ、何しろひたすらすると時間を忘れる子供でした。そんなまず今ね皆さんが、まあ、だいぶそれから年月は経って今もっといろんな映画音楽にしても若いたくさんの素晴らしい作曲家がいますが、あえてねこういう、まあ、20世紀の時代に生きた人たちのことをちょっとね3人語らせていただきました。じゃあね一曲弾きますか。そんなことしてる時間があればですが、あの今ね思い出しましたが、小学生の時にサウンドオブミュージックという映画大変感動しました。これは私の世代だけじゃなくて今でもね、あのサウンドオブミュージックの映画が音楽人生の始まりになったっていう人は多いんじゃないかと思いますが、あの映画の中で修道院で女性コーラスでわーっとですね大合唱をして、まあみんなの激励という気持ちがいっぱい込められた曲だと思います。人生いろんなことがありますが、全ての山を越えていこうという曲、これあの、女性コーラスとシンフォニーのサウンドをピアノソロで聴いてください。すべての山に登れ Climb Every Mountain。Thank you.
このパストラルホールにね、みんなが目の前で聞いてくれてるような気持ちで弾きました。なんか勇気が湧いてくるといいなという曲ですね。興味がある方はこの曲が最初のそのサウンドトラックの時にはどういうサウンドだったか、ご存知の方はいいんですが、知らないっていう人はね、聞いてみてください。それをピアノに、ソロバージョンに、アレンジをしたわけですね。音の、料理をするような感じでギュッとしました。ドビュッシーとか、そうですね、ショパン、ドビュッシーあたりのそのサウンドも参考にして、ちょっとアカデミックなコンチェルト風に国部がアレンジを加えてみました。さて、実は私は中学時代っていうのはもう寝ても覚めてもビートルズだったんですが、今日多分そこで終わってしまうとちょっとこの後に楽しみなアンサンブル、ピアノデュオをねお願いしてあるんで、今日はビートルズを飛ばします。高校時代は私はまだジャズと出会ってませんでした。なんか弾き語りをするシンガーソングライターに憧れて、ユーミン、松任谷由実さん、新井由実さんの時代かなとかね、いろんな人が好きでしたね。カーペンターズとか大好きでしたね。小さい頃は神様がいて、いつでも愛を届けてくれたとか、こんなものをね、ずっと弾き語りをしていましたが、Why do birds suddenly appear every time you need cross to you とかね、名曲はいっぱいありますが、歌手にならなかったということはあまりお金を取れる歌にはならなかったということなので省略します。とにかく歌うのは大好きです。それが今、歌手のサポートをするときにもすごく生きてると思いますね。そんな時代を経て、そして大学時代にそのジャズピアノというものに出会う、その直前ぐらいには実は、今でいうフュージョンジャズ、クロスオーバーサウンドというすごく20世紀、ね、80年代の呼び名がありましたが、たくさんのちょっとなんて言うんでしょうね、聞きやすいイージーリスニング&グルービー&ジャズのそのアドリブ性をたくさん使っている音楽がありました。アースウィンド&ファイアのね、これはみんなよく知ってんのかな。今ちょっとハーモニーを変えてなんか変な音が出ちゃった。セプテンバー、それからですね、変な音が出たっていうところでちょうどいいので、一個話しますが、変な音を出してしまった時あなたはどうしていますか。これ前授業で話したことがあるかもしれないけど、特に何かアドリブ性のある音楽を、これはポップスであってもね、ある時に変な音を出したら、その音をもう一回弾きましょう。できれば3回弾きましょう。
そうすると、間違えちゃったと思った音も、必然性を帯びてくる。ちょっと耳障りな音でもそこから何かが生まれる。これ私がジャズを始めた時に、ある先輩から教わりました。あれちょっと変かもって思ったとしますよね。そうするとこれもちょっとあれって思いました。そうするとだいぶピカソでいうね、後期のピカソに前期から後期に急に飛ぶんですが、私がクラシックの発表会で冷や汗をかいて間違っちゃった、死んじゃうかと思った。となったことは数限りなくあります、記憶にありますが、もしそれをジャズの手法で弾けばとかなっちゃうっていうね、ごまかしてるってことなのって、思いましたが、ごまかすというのは非常に臨機応変な能力のいる素晴らしいことだと今では思っております。話がだいぶそれましたが、クロスオーバーアースウィンド&ファイア、それから、ジョーサンプル、あれなんだ、クルセイダーズというバンドが非常に好きでした、南から来た十字軍、なんかこうねグルーヴのあるなんとも、いなたいという言葉をご存知かな、いなたいというねリズム、クラシックの跳ねるスタッカートじゃないうっていうね、ちょっとこうのしのし歩くようなそのグルーヴというのを教えてもらったのはクルセイダーズとかかなと思いますが、そのピアニストであったジョー・サンプル、やっぱり非常に綺麗な曲があります。メロディーズ・オブ・ラブ、スイカ虹の楽園という放題がついているアルバムで大ヒットでしたね、メロディーズオブラブ、それからデーブ・グルーシン、今ご存命です。すごく影響を受けました。デーブ・グルーシン、弟のドン・グルーシンとは一緒にレコーディングをしたり、非常にご縁をいただいてますが、このデーブ・グルーシンさんが世の中に発表したものをたくさん聞いて、クラシックの総用とそれからジャズ、ロック、いろんな民族的なねこうリズムを教えてもらいましたね。さっき変拍子、フランシス・レイの変拍子を話しましたが、これ今でもね
解明したようなしてないようなという、これやはり映画の音楽になりましたが、マウンテンダンスという曲があって、デイブ・グルーシンの代表曲の一つだと思います。パン、トゥ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 、何拍子か数えてみてね。基本は4拍子で、まあ、今のはちょっとほんのスケッチですが、ちょっとこうなってくるとね、クラシックのちょっと現代に近い曲にもかなり近づく、まあ、とにかく何かしか聴かない人ではなかった人たちですね、みんなね。いろんなものを吸収してきた人たちからまた私たちが吸収させてもらって、そしてまた次の世代の人たちに吸収、栄養をね、吸収してもらったらこんな嬉しいことはないですね。そこでですね、大事なことはこのクロスオーバー、今ちょこちょこっとご紹介したような、ジャズの要素の大きな音楽たち、ここのに影響を与えた、ジャズというものはどんなものだろうと、私はその遡っていくような形でストリートアヘッドなジャズを知ることになりました。これは、まあ、ポップス家の方にも重要なポイントだと思います。いろんなね、種類の音楽を聴けば自分の作る曲いっぱい増えますね。何か包容力が増えますね。選択肢が増えます。ビル・エヴァンスのワルツ・フォー・デビーというアルバムは、まあ有名すぎる。これワルツ・フォー・デビーの表題曲、ワルツ・フォー・デビー、
途中から本当はねトリオのアルバムの曲をぜひ聴いてみてください。途中でスイングしていく、フォービットスイングになるところがもううわーというね湧き立つ気持ちでしたが、例えばエンディングね、これ耳コピーをしてすごく時間がかかったのを覚えてるんですが、F のキーでね、こういう終わり方はいっぱいあるけども G フラットメジャー7、 A メジャー7、 G メジャー7、 C7、シャープナインス、なんだこのエンディングは、難しかった、ね、でもこれをそうですね、私丸一日ぐらいかけて耳コピーを何度も何度もして、覚えたエンディングなんですが、もう素晴らしいと思います。そしてこういうものっていうのはいろんなところで応用ができる、まあ、これはビル・エヴァンスならではなんですが、それからそうですね、やっぱりオスカー・ピーターソンという人はもうね、多分彼がクラシックのピアニストになっていてもどれだけのすごい人だったかと思いますが、時代は、人種差別その他いろんなことがあって、彼は彼独自のジャズピアニストとして素晴らしい足跡を残しました。ぜひ聴いていただきたいのは、これも有名すぎるアルバムですが We Get Request、放題はね Please Request、 本当に有名な曲ばっかり入ってるんです、なんでこれはまあ私はもうとてもオスカー・ピーターソンの耳コピーをご披露はできませんが、まあ酒とバラの日々、これをですね、ワン、ツー、ワン、ツー、こういうふうにもうなんともね華やかでグルービーで、なんか今このなんか自粛期間にもう一回私あのアルバムを家に帰ったら聴こうって今思いました。そしてレッドガーランド、グルービーというアルバムから、これもブルースのアドリブというものを私はしこたまこのアルバムのこの曲で耳コピーをしましたね。テーマが2つしか音がない、 C ジャンブルース、thank you.
一人で弾いてたつもりがね、ついつい助っ人がいるんですよ。 目線の中に入ったんでお呼びしてしまいました。もちろん皆さんよくご存知の坪口先生です。どうもお邪魔します。ここひろこさんです。あ、もう聞き入っちゃいましたけども。いや大丈夫ですか、私のこの授業も。いや素晴らしいですよ、本当にもう勉強になったし、国分さんのルーツが今まで以上によく分かりました。ありがとうございます。実は私は坪口さんの大ファンで、それ口で言ってるだけじゃない証拠にね、割としょっちゅうライブ会場に座ってること多いですよね。大好きなんです、自分の持っていないものを持っていて、そして、持ってないものっていうのはちょっと後でミニ講座やってもらっちゃおうかなって思うんですけども、現代的なねフリーミュージックとか、あ、もう本当にかっこいいなと思っていて、それでいて2人には共通点があるじゃないですか。そうですね。ビバップの巨匠、バリー・ハリスという共通の恩師がいるというですね。でそのキーワードだけを頼りに、例えば急ですが I remember April、なんか、ね、4月といえばね4月とんでもない4月過ごしたもんね、うん、みんな ね、そうですね、本当ですよ。そして今度の4月こそは、うん、いい4月にしたいね、そんな気持ちを込めてスタンダードの名曲ですが、さあどうしましょう。どうぞお先に、
さっきね、思い出したんですけど、その前の授業で私がみんなに伝えたことがあります。バンドをやるときに大事なことって、お互いに違うものを持ってるっていうのがすごくいいことなんだよっていうね。趣味が完全に一致してて、それだけだったら自分と一緒で、自分ができないこと、自分が知らないことを知っている仲間、もうチューチュー、ね、もらう栄養の最高の栄養なんです。私は実は坪口先生にはその、モダンなアウトって言いますよね、ちょっと遠がった、そ、ね、その外れていく、コードを外れていく、はい、それは私ちょっとね、なんちゃってで、まあやることはあるんですけど、ちょっと聞かせて。ちゃんとやろうとしても外れちゃうっていうのもね。もともとそうそうそう、いや、そうそうだな。例えばじゃあ D マイナーのさっき、うん、これだと白い鍵盤だけで、はい、一応白い鍵盤だったら何も 何でもいいっていう、うんうん、でその時にわざとなんかこう戻ったそうね、なんかその飛んでいって、あのタコ揚げをして、そのタコの糸がわーってこう、うん、伸びていくようなね、はい、この、まあ、モードジャズとか、それからまあ、アウトなプレーとかっていう言葉で言いますが、これはね、意外とポップスの世界にもね、意外と今の人たちはどんどん取り入れてると思うの、ね、うん、そうですね、でこれをね、私はちょっとじっくり坪口さんに教えてもらいたいと思ってるんだけど、それは次回の楽しみにしょうがない、ね、取っときますけど、ちょっとしたことでもあるし、うん、もう奥が深いっていうかね、一つは、うん、鍵盤って思わずにこれはパーカッションだと思っちゃうみたいなのはありますね。これがドだとかミだとか、それはもう授業ではそういうこと一生懸命教えますけど、うん、そのこのドの時はミがとかいうことじゃなくて、うん、こうなんだろう、ここにシンバルがあって、ははははなんか鐘があって、うん、木があってみたいな、うん、こうその代わり一生懸命それを弾くわけですよ。わお、ピアノだと思わないっていう感じですかね。ちょっと、うん、やってみ、じゃ例えばクラシック、モーツァルトとかをちっちゃい時ずっと弾いてたから、あの例えばついついこう、うん、とかね、そうですね、ついついこう、はいはい、出ちゃうんですけど、それをこうわざとこう、そうですね、もう わざとだし、まあ僕もクラシックちょっとはね、やっては始めたんですけど、なんか僕あんまり得意じゃなかったし、そのやっぱり山下洋介さんとかを聞いちゃったりしてね、はい、うん、はい、こんなことしちゃって、って、いやそれはねって思いますけど、うん、でもそれくらいの気持ちで音楽に向かっていいんだなという、なるほど、刺激を受けましたし、フリーの即興の、うんうん、セッションっていうのはね、うん、どうやって終わりを行くんだろうって、うん、まあやめるってことですよね。決め事がない、ね、行動感どころか、うん、とにかくその決め事がない、だけど相棒とのそのおしゃべりをするってことですか、うん、ちょっと体験してみたい。やりますか。やりましょう。はい、うん、
終わりました。楽しいかも。皆さん聞いてる人が楽しいかどうかが聞いてる人が楽しいかどうかわかんないね。やってる方はね、いろいろ楽しいですけど。こういうことがすごくその興奮しすぎてそれっぽいことを知っていることはまあ、はい、経験ありますが、うん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 、今みたいにその。うんうんそうなんだじゃあとかねそうだねそうだねとかねおしゃべりをしてくれたんですよね今ね、で私がなんか最後に終わっていいのっていう弱気な感じで終わったんですけどなんか漫画みたいにこうセリフをつけたらすごく面白いような場面がいっぱいあって大丈夫でした今のは素晴らしかったですね、うん、ただこれって何が正しいとか、うん、間違いっていうことはないもんだし、うん、なんかいい悪いなんか気持ちがいい楽しいか、うん、そうじゃないかしかないですよねあとねなんか相手に対する信頼感みたいな感じですね、うん、そうですね、それもあるしあと自分に対するその自分の弱いとこも出ちゃうし、うん、出ちゃったけどでもそれでいいんだと思うみたいなすごくないそれこれね、ちょっと本当に今日はそろそろ後半のもう大団円ですけどぜひ次回まあリモートであれ、うん、生であれこういうことのねご一緒にそうですね、うん、私が生徒でいいいやいやいやでもこれ例えば子供とか赤ちゃんとか、うん、ピアノ弾いたことない子に何かやってってラーラーラーってやるのとは違うんですよね、うん、でこう子供が描いた絵がぶっ飛んでたりっていうことはあるけど、はい、それを大の大人が絵を描けるかっていうことは大事だったりします全然意味が違いますよね、うんうん今感じたのは例えば、うん、もっと待ってもよかったけど、うん、その緊張して喋りすぎちゃったとかそういうことない、うん、ありますね緊張して喋りすぎちゃう、はいはいでもすごく聞いてくれてるんだからそれに対して黙っているのも一つの方法いいんですよ、はい、ね。だけど人は緊張するとついこう喋りすぎちゃう、引きすぎちゃう。あとこうやって あ国分さん上手だなって思っちゃったりしてあって自分はそんなに弾けてないとかそういう劣等感みたいなとかそれから逆に優位に立ったりとかね、まそっちは俺の方がこういうのができるぞみたいな、うん、そういう意識が極力ないように、うん、その、うん、なんでしょうね無になれる、そうですよね、修行をしてるようなね、まあみんなにね無になる授業、うん、そこまでねそこまでよりかまず優になろうよって感じかもしれないけど、まあ、まずいろいろ弾きたい曲をちゃんと練習しましょうよってことなんですけどそういうことですねでも、うんうん、こんな世界が例えば私は今もう61歳ですしつこいよってだけどこっから先が待ってたよってここから先に勉強したいことがすごいいっぱいあってこういうこと私はいやいやいやすごく興味があって楽しみなんですみんなね本当にそういうものをね見つけていただけたらそして今日のこの私のまあ気ままな感じの音楽半世紀の報告半世ってしてるわけじゃなくて反省も必要ですけど人生の前半の反省ね、うん、反省を、まあ、ちょっと音楽で、お伝えしたんですけれども、まあ、中に何かみんなの参考になるものがあれば、そこら辺の人をちょっと調べてみようかなオーケストラだとどんなサウンドなんだろうとか興味を持ってください
そして耳コピーというものを、それがねすごい、あのさっきあの多分皆さんね、うん、あの学生とかあれは譜面がどこにあるのかなとか、その映画音楽すごく本格的な和音がいっぱい出てきたんだけど、うん、あんな譜面僕探せてなかったと思ったら、うんうん、全部耳コピだっておっしゃるから、耳コピなんです、ね、こうまた二度びっくりっていう、耳コピなんです。もうすごいな、あの耳コピー天国ですよね、うんうん、あのポップスの皆さんも、うん、ぜひですね、そこがなんか普通のクラシックのピアニストの、こう成長の仕方と違うやり方で国分さん来られてて、うん、でなんかクラシックの素養がちゃんとあるのになんか違う、そのポップスジャズにつながる、うん、その素養っていうか、はい、それはそこから出てきたんだなっていうのがよくわかりましたね。よかったです。で音符から楽譜から入ってないっていうね。あ、そうだね、そうですね、うん、あの、うん、だから私の中ではそのポップスとかジャズっていうのはもう、うん、一緒こたで、一緒こたです。だからみんなね本当にあの、うん、広げてください。それで坪口先生のこういうフリーの即興講座みたいな学校でなかなかねここまでやったことないですよ。あ、いやー興味ありありです。そうですかね。でもうしょうがない、今日はもうここら辺でそろそろ、お開きに入るので、うんうんうん、最後にですね坪口さんとデュオでなんかみんなのなんか勇気が湧いてくる楽しくなるような曲で終わりたいと思います、ちょっとピアニカを持ってきますのでお待ちください、それじゃあ最後にですね坪口さんのピアノと私のこのピアニカ鍵盤ハーモニカで、これブラジルのサンバの曲です、トリステーザ、これは悲しみを乗り越えてハッピーになろう、そんな曲です、みんな頑張ってね、また会おうね。
はい、ということで、国分弘子さんに来ていただきまして、僕も途中からお邪魔してしまいまして、こちらもすごく興奮して、いい経験させていただいて、もうアドレナリンが出てますけど、皆さんに何かこう音楽の面白さというか、伝わったでしょうか。伝わったと思いますが、また今度はぜひ生でね、生国分さんを体験していただきたいと思いますけど、この状況がどうなるかわからないので、こういうやり方はこういうやり方でとても有意だったと僕は思います。皆さんもこれをきっかけにいろんな音楽を聴いて探ってほしいと思います。今日はどうもありがとうございました。